これ染まったら嬉しいもんね。すげえうまそうだ。どうも、辰巳です。今日は博楽にあるトラ吉屋さんというね、家系ラーメンに来ました。楽しみですよ。家系の王道屋さんのお弟子さんっていうことでよろしいんですかね。のトラ吉屋さんが美味しいという評判がすごくて、食べログの評価もすごいっていうことで、もう早速私来ました。むちゃくちゃ楽しみですね。じゃあ早速入っていきたいと思います。無臭ニンニクで、これ普通のニンニク、豆板醤か、これ刻み生姜の定番。あ、これすげえ、ライチ用のニンニクもあるね。ほうれん染まってあると嬉しいもんね。早速ニンニクのせるから。まあこうだよね。まあこうですよ。チャーシューもうまそうだな、これ。うまそう。うまっ。ほうれん草マシだね。ほうれん草マシがいいわ、やっぱ。ありがとうございます。うまっ。すげえうまそう。顔隠れちゃうね。ローストされてる感じ。家系ですね。なので結構女性とかにも好かれると思いますし、家族であるとか子供とかも、まあ、気軽に食べれる家系だと思います。すごく美味しかったです。麺も、まあ、いわゆる家系の太麺の麺でしたね。チャーシューね、何ですか、家系のチャーシューがうまいっていうのはあるあるなんですかね。このいぶされた生ハムのような感じで、スープはあっさりで、あのやっぱ僕が驚いたのは、ラーメン用のお酢、ラーメンズっていうちょっとややこしい言い方になっちゃうんですけども、それがね、ニンニクの香りがしてすごい美味しかったんですよ。皆さんもよかったらぜひ、ね、入れて食べてください。トラキシ屋さんでございました。はい、というわけで私はね、無臭ニンニクをわざわざ入れたのに、ラーメンズになんかニンニクが入ってるっつってそれ入れたんですよね。結局ニンニク臭くなったな、これ。ご視聴ありがとうございました。面白かったら高評価のボタンを押してください。
Twitter、Facebook もやってるので、皆さんよかったら